これを使えば10倍うまいハッピーパウダーが作れるはずなんですよ。よし、できました。グルタミン酸の10倍の旨味毒粉末です。山に毒キノコを探しに来ました。今日食べる毒キノコはね、これです。このドラえもんが寄りかかってる毒キノコ、これベニテングタケっていう超メジャー毒キノコなんですけど、これがねはちゃめちゃにうまいんです。毒キノコだけどうまいんじゃなくて、毒キノコだからうまいんです。このキノコの毒成分がイボテン酸っていうアミノ酸なんですけど、我々哺乳類の舌ならうまみ調味料のグルタミン酸ナトリウムの約10倍のうまみを感じることができます。つまり味の素の10倍うまいってことです。あの暴力的なまでのうまみはまさに天にも昇るようで、新たな味覚が目覚めると言っても過言ではありません。マジでうまいです。本州のベニテングタケは少し標高が高めの山に生えます。たまにこういう針葉樹林にもポーンって生えてるんですけど、大体はね白樺の周りに生えてます。だから白樺が生える標高であれば大丈夫ですね。これですね、白樺。この白樺の周りにポーンって生えてます。生えてればね、遠目からでもあってなる色をしてるんですぐわかるんですけど、パッと見ないですね。雨が降らないと厳しいんだよな。やっぱキノコもカビの仲間なんで水分を求めてるんですよ。皆さん見てください、これキノコじゃなくて、これは地衣類って言って菌と藻類が融合してる生き物です。菌部分が体を作って、藻類の部分が光合成で栄養を作り、助け合って生きています。いわば菌類と藻類のキメラです。今日はね、うごめきさんと一緒に撮影に来てます。これベニテングタケじゃないけどツルタケ系の、まあ、一応テングタケの仲間ではあるんですけど、これは多分猛毒持ってるんで絶対手出しちゃいかんと思います。マジで死ぬやつだこれは。ベニテングタケ自体はね、実は死亡例ないんですよ。同じ仲間のテングタケではあるんですけど、これはね死ぬらしいです。うごめきさん、このナメコみたいなやつ何ですかこれ。それナメコですね。ナメコっすか。いや、わかんない。完全に鼻井口ですね。まだ陽菌っぽいのもありますよ。本当ですか。普通のキノコと違うのが、ヒダじゃなくてスポンジ状になってるんですよ。うわ、ここは去年うごめきさんがベニテングタケを数本まとめて発見したエリアだそうですが、今年はね見当たりませんね。キノコはどういうわけか知らないんですけど、毎年同じ場所に生えるとも限らなくて、去年生えてた場所見に行っても全然ないんですよ。一面白樺、ここは期待大だ。キノコはまあ無数にありますね。ってことは湿度はいい感じ。うわすげえ、見てくださいこれ、オクトリカブトかな。本州最強の毒ですね。トリカブトあるってことは探してる場所は間違ってないはずなんだよな。2日目です。今日も今日とてうごめきさんは腕をまくりをしています。腕をまくってなければそれはうごめきさんではないので偽物ですからね。なんか大学の時に気持ち悪いって言われたもん。真冬でも腕まくってるから気持ち悪いって言われた。ホコリタケ系じゃないですか。そうだね、モフモフはしないですよね。まだこれ中が白い時は食えるんですよ。美味しいんですよこれも。え、食えるやん。あ、食える食える、全然食える。これでもぎ取ってきましょう。これもし毒だったら一緒に死にましょう。お、違うね。ベニテングかと思ったけど違うね。赤が強いやつは毒ベニタケの可能性あるから。毒ベニタケはね辛いです。かじってみますか。あ、後から来た。めっちゃピリつく。これは毒だ。これ毒ベニタケかもしんない。今朝収穫したホコリタケの古いやつがあります。ホコリタケのね由来がわかりますよ、こうやってやると。ほら、なんかポコポコすんの。よいしょ。え、何あれ。え、いやー、イメージしてるあの姿じゃないけど、これ間違いないベニテングタケだ。ベニテングタケの幼菌だ、幼菌。ここの上のとこが今後広がって赤くなるんですよ。じゃあとりあえずもぎ取っていくか。幼菌でも問題ないからな。なんか全然ないんですよねこの辺。ずーっと1時間ぐらい探したんですけど、こいつのみ。このベニテングタケ本来は秋に生えるキノコなんですよ。で、標高1200、300メートルとかなんですけど、ここで幼菌が入ったってことは、まだ秋を分かってないんですよ、こいつら。今年暑すぎて夏が長かったんで、さらに標高の高い寒いところに行けば生えてるかもしれません。移動してみます。あったあったあった。あれ？わあ、すごい。うわあ、これですよ。これぞベニテングタケ。こんなにないものか。このベニテングタケはね、外生菌根菌って言って、白樺の根っことつながって栄養をやり取りして生きてるんですよ。だから白樺の周りに生えます。これがねめちゃくちゃうまいんです。天然の旨味調味料。皆さん旨味調味料と聞いて思い浮かぶものは何ですか。自分はねこれなんですよね、ハッピーターン。これは食べると楽しくなっちゃう粉がまぶしてある、とても安全なせんべいです。でも自分はせんべいより食べ終わった後に袋の内側についてる粉を舐め回すのがメインディッシュだと思ってるぐらいこの粉が好きなんです。これは秘密なんですけど、このハッピーパウダーっていうやばい粉、グルタミン酸ナトリウムが主成分なんです。毒成分がイボテン酸っていうアミノ酸なんですけど、我々哺乳類の舌ならうまみ調味料のグルタミン酸ナトリウムの約10倍のうまみを感じることができます。つまりですよ、これを使えば10倍うまいハッピーパウダーが作れるはずなんですよ。今回はそれを実験していきます。確認しましょう。ゴムキさん、いただきます。
あ、うまい。強烈な旨味が。旨味感じるわ、うん、これは毒キノコということが分かりましたので収穫していきます。あった、もう一個あったけど赤くない。うん、かじってみれば分かりますよ。ベニテングタケはテングタケの毒あるやつの中でも死亡例がないんですよ実は。ただテングタケはねガチで死ぬほど強力なのでかじってみたらめちゃくちゃうまいはずなんですよ。だからかじってみます。うん、美味しいキノコの匂いがする。ってことは無味毒のガノタケかな。ごめんきさん、あれもうだいぶ暗くなった。サムネ来た、これやばい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 。うわ、ツボ立派。よいしょ。うわやば、すげえ、ここにめっちゃ入ってる。やばくない、贅沢。うわ、これはいい出汁が取れるわ。ごめんきさん、重さってさ、あるじゃないですか。あれ見落としてた息、ね、はい、いただきます。よし、皆さん見てください。もう終盤にかけてドドドドッと飲みました。さっき生でかじっても特濃の旨味を感じたんですけど、加熱することでイボテン酸がムッシモールっていう物質に変化してさらに旨味が増します。だからそのムッシモールを味わってみたいと思います。じゃあ火にくべます。あ、広っ、すぐ火通った。どんどんイボテン酸が熱で破壊されてムッシモールになってますよ。あー、キノコの香りする。溢れ出してきたこの茶色い汁がこれまたうまいんですよ。ここにきっとたくさんの旨味成分が溶けてる。昔からね、香り松茸味ベリテングって言いますからね。匂いはね、ほんと椎茸とかそっち系なんですよね。半分こにします。で、これさらにちょっと半分にしましょうか。丸々1本食べたら割とマジで中毒起こすんで、まずは普通にベニテング茸いただきます。はい、はい、乾杯。乾杯。いただきます。おー、わー、すごい暴力的なまでの旨味が、旨味調味料をもう限界まで濃縮した感じです。このイボテン酸の含有量は地域差があるんですけど、ここは結構濃いめの方ですね。いやー、これは期待ができる。家帰ってせんべいにします。持ち帰ってきました。まず刻みます。毒キノコを鍋に入れます。ここに水を入れます。これでじっくり煮込んでいきます。さっきも言った通り、これ加熱することでイボテン酸からムッシモールに変化するんですけど、このムッシモールを摂取すると大脳皮質と海馬、そして小脳のガンマアミノラク酸受容体っていう部分が活性化するんですよ。ガンマアミノラク酸っていうのは通称ギャバってやつですね。交感神経を抑制してリラックスさせる効果を持つ神経伝達物質です。そのギャバの受容体をこの毒キノコで活性化することによってより強力な鎮静効果が得られます。濃すぎると腹痛いし冷や汗出てくるけど、だいぶ煮詰まってきた。この辺で煮汁とキノコを分離します。色が抜けたのと同時に中の毒成分も全て汁に溶けきりました。ろ過します。さらにろ過します。こちらにロートを刺して煮汁を入れます。これで不純物がなくなるまでやります。よし、できた。ベニテングタケの毒を抽出した液体です。この液体を飲むだけで、ね、幻覚とか嘔吐とか腹痛とか様々な症状がありますが、今日はこれを濃縮します。よし、これ以上やったら焦げるんで、あとは余熱で自然乾燥させます。緑色なんだけど、細ぎ落としていきます。ここに粉が舞ってるから空気がうまい。できました。グルタミン酸の10倍の旨味毒粉末です。ではハッピーターンの素を作っていきます。上新粉です。お米を潰した粉です。これをぶち込み、で水を入れます。そして混ぜる。沸騰したのでこれを入れます。取り出します。割ってハッピーターンの形にしていきます。そしたらこれを網に入れて2日間天日干しにします。形は完全にハッピーターンです。よし、焼けた。チャック付き袋に毒を入れてせんべいを入れる。そして振る。やばい、ちょっとつきすぎた。これはやばい。いくら死亡例がないと言ってもね、濃縮してますから限度があります。多少落とします。完成しました。ハッピーヘブンターンです。その旨味は天にも昇るほどでしょう。いただきます。うんま、うんま、待って、これやばいな。ちょっと半分だけ吐き出させてごめん。うますぎて死ぬ、物理的に。もうちょい落とすわ。うまいを通り越して、塩をめっちゃ食べた時みたいに、舌の上が変な感じします。しょっぱく感じる塩一切入れてないのに。うまいけど、うますぎて美味しくね。いただきます。うんま。ああ、水がうまい。程よくムッシモールを摂取したところで、こちらの某リラクゼーションドリンクを、ヤバが含まれていまして、ムッシモールと相性がいいですよ。
甘みが感じられない、まるでカツオだしを飲んでるかのようです。多分ねこれ以上食うとマジで体調不良になるんで、皆さんは真似しないでくださいね。あと誤解ないように言っておくんですけど、市販のうまみ調味料はとっても安全ですからね。ただのアミノ酸ですから、これは昆布にも入ってますからね。本日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。よければ次の動画も見てくれると嬉しいです。ごちそうさまでした。